お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらの無課金迫撃デッキやっていきたいなと思います。こちらのデッキはね、一時期めちゃくちゃ流行ってましたね。流行りすぎじゃねえかっていうぐらいね、使われてた、迫撃デッキなんですけど、まあウルトラがないので使いやすいですよと、というので無課金迫撃と呼ばれてて、もう一つね、形があって、ロケット星型ではなく、マスケット重視ですね。ここのロケホの枠はマスケの方もあるんですよ。でマスケの時はなんかよくロリババの枠がウッドになってるんですよね。まあ、だからそこはこう自分のね、ユニレベとか好きなカードとかでちょっとね、いじってもらえたらいいんですけど、まあ、ロケホだとタルババ、マスケだとウッド、理由はわかんないですけど、はい、なんか使われてます。で今大型が結構多いので、大型にねロケット星が刺さるよっていうので、ちょっとねこのデッキは使われてるのかなと思ってて、ロケ砲型の方が個人的には使いやすいです。マスケってやっぱ4コストなので、ロケット押しの方が3コストな分、なんか気軽にねポンって出せて、しかもこいつなんか勝手に暴れ回ってくれるじゃないですか。マスケってこう延命したりとか意外とね難しい大変なところがあるんですけど、ロケ砲はねなんか出しとけばこう勝手に戦ってくれるんですよ。でロケット押しが残ってる時にこう迫撃砲置いたりとか、端前スケバレ、とか飛ばしてあげると、ロケ砲がね相手は対処がうわーやだやだやだなやだなみたいになっていい感じになります。でちょっと僕は今いい感じのホグを出されて、なんか槍ゴブリンね目の前に置いちゃった。さあ 2.6 なのかな、うん違った、コウモリ、あミニピでしたね、そういえばさっき。ってことはここを延命できたら熱いけど、僕のお間に合った、あ間に合ってないのか、ウッドですよね。でこのロケはキング起動されるかもしれない。オッケーオッケー。で相手はミニペホグでコウモリだったら、もしかしたらフリーズだけど多分ロケットですね。で迫撃砲はね、攻めで使っても相手はきつそうなんですけど、防衛で使わないと相手のホグライダーを完封できないんですよね、僕は防衛で。そうなのでちょっとできるだけ攻めでね迫撃砲を使わずにいきたいですね今回。さあまあスケバレだけ飛ばして、スケバレあと飛ばし毒ですね、本当に飛ばしとけばね気づけば相手がきつそうになってます。スケルトン部隊がなんか謎に厄介なんだよな。でマスケは若干厄介ですけど、まあタルババとかもありますし、まあ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 、さあホグライダーに防衛迫撃を徹底すれば僕がホグのダメージ受けることはないんですよね。っていうところでスケバレの落下ダメージとか、まあこういうやりこぶ端前チクチクで削っていけますね。さあで今ウッドサイターで、これがコウモリなのかな、ああそうなんですよね。さあロケオはコウモリに攻撃してほしいな。さあスケバレをコウモリでね徹底して落とされるとちょっと厄介ですね。でも相手ももしかしたら攻め手がない気がするんですよ。残りのカードが分かんないんですけど、さあウッドを使ってきたので次のね僕のスケバレが刺さるんですけど、コウモリがいるんですよね。そこちょっと一回ステイして、これコウモリにやりこぶ出して、よいしょ、でマスケ来たらファイブ打ちます。いいね、ね、ウッドないんですよ今、ウッドないからこれ何で守るっていう、アイスピー。よしよしよし。さあ、ロケット押しとかね。相手ウッドだからね。一生処理できない。あ、これは5っていいですね。で、まあ、スケバレでもいいか。飛ばしてあげて、ウッド使ったら、このスケバレをどうすんのってウッド使ったっすよね。ギャングで守れます。迫撃でもいいんですけど、今はね、ウッド使ったので、ギャングで守ってあげて、そしたらね、こういう神サイクルが生まれてきます。相手からしたらもう地獄のね。で、ウッドを使ったので、またね、スケバレだったり、他のユニットがね、無限に生きてくるっていうね、この神サイクルに入ってしまえば、もう僕の勝ちですね。よし。サタンファイボと、まあ、ロケ砲でかすり傷与えれたら勝ちみたいな感じですね。まあ、唯一の負け筋は逆サイホグミニペフリーズとか、ロケットとかなので、ここでね、あ、待って、やばい。めっちゃいい打ってきちゃった。まあまあ、負け筋減らすためにね、よいしょ。しっかり防衛ファイブとかも使って、まあこれはもうね、いろいろやっちゃっていいんじゃないですか。攻めて、攻めて、攻めて。で、もしかしたらウッドが来るので、OK、ターゲットが取れてなくて、まあ落下ダメージが入りますよと。いう感じですね。で、めちゃくちゃやっぱ防衛が硬いデッキだと、まあダメージがなかなか通んないんですよね。まあ通んないんですけど、まあスケバレの落下ダメージとか、攻めファイブもね、結構ガンガン打っていっていいです。相手のマスケとかね、ホバリングザッピー、マザネクとかが今いるんですけど、そういった意味でも積極的にね、ウィザードとかネクロとか、ファイブ打っちゃっていいですね。打ちまくった方がいいですね。
で積極的に削っていかないと意外とね、まあ、削れないっちゃ削れないんでね、まあ、スケバレのこの落下ダメージですら僕は美味しいですね。わあ、めっちゃいい吹き矢ですね。ロケット同士吹き矢空振るんですよ、あいつ。本当にエイム悪いから。でしかも近起動されるんですよね。でも相手のこの近起動うまいですけどね。さあというわけで今回ではバレバレ枯渇かな。で、まあ、積極的に攻め吐くでね、攻めていきましょう。攻め吐くと、まあ、あとはスケバレですね。回ってきたら本当に飛ばすぐらいの感覚でいいと思います。スケバレ飛ばして損することってマジでないんですよね、本当に。よいしょ、うん、あはは、オッケーオッケー、よしよしよし。さあスケバレ飛ばして、これだって施設じゃない限りはマジで落下ダメ入るんで、これだけでも美味しい。よし、さあ落下ダメで稼いでいきながら、相手のこのスケバレの落下ダメも僕は抑えたいっすよね、正直。でセパギャングで抑えつつ、あのプリンもさよならしたいっす。いい吹き矢ナイス。さあちょっとやだな、なんかバレバレ枯渇なんだけどゴブリンギャング入ってんすよ相手。なんか何その形みたいな。基本的にはスケルトン部隊なのかな、よく見るのはスケルトン部隊ですけど、その赤ゴブギャになってる可能性ありますね。さあ迫撃で攻めて、さあバルキーですね。であれロケット押しとかで稼いでもいいんですけど、まあどうせ吹き矢とかなのかな、吹き矢にファイボとか打っちゃいたい気もします。そしたらこれバルキリーも処理できて陸機いなくなって迫撃砲が入る。いいファイボ、こういうファイボね結構大事ですよね。迫撃って一発ね2320ありますから。でこういうのね回収しながらスケバレとかもね飛ばしてダメージ稼いでいきます。でロケット押しで両サイドをねやっつけながら、もうロケット押しが残ってる時にこう攻め吐くとか置いてあげると一生残るんですよここに。そうそうそう、ロケ砲マジで大事ですね、本当に。ロケ砲で世界変わります。あ待って、ああ激砲優秀すぎる。でこう残ってる時にできるだけねまたスケバレを飛ばしたいんですよね、気持ち延命してあげて。でここにウッド使ったら次の僕のロケット押しがね生きてくるよっていう。よしよしナイス。さあで相手はねコストがねそこまでないと思うんですよ。まあここは迫撃砲が若干壊されてしまうものの、壊されてしまうものの、いや流れとしては悪くないですね。まあ相手のプリン吹きあたり速攻5打ちたいっすよね。スケバレ飛ばして、届かない、届かないなら打たない、迫撃砲きます。よしよし、いやもう無限ですね。同じことしてるだけじゃんってなるじゃないですか。その通り、同じことしてるだけで勝てるんです。本当にマジでそういうデッキですこれ。よしさあロケット押し置いてあげて、ロケット押しがねこっちに来てくれないかな。サーチ範囲がねバカ広いんでね、でちょっと逆サイのロケット押しも生かしたいような攻め発撃で、これはあのプリンさよならしてギャングが来るのかな、この辺に、この辺に来ないのかな。最大タゲを取りますね。さあ一生スケバレです。でこうなってきたら本当にねダメージがやっぱなかなか通んなくなっちゃうんですよ意外と。まあ、でもこの攻めを繰り返してればじわじわね、じわじわね、いつか相手が苦しくなってきます。いやマジで作業だな本当に、マジずっと同じことしてるだけなんですよね僕、作業すぎて。でこのバルキリーちょっと延命したいな、延命したい、延命すれば勝ち。まあ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 樽だけ残してね、樽だけ残してね、これなんならさ同タイミングぐらいでいける、惜しい。さあ5打って終わりかな、グッドゲーム。ロケット押しがかすれ、オーケーっていう作業です。本当にロケ砲いる時に迫撃だったりスケバレ置いとけば、基本的にね相手はスケバリにウッドとかを使うんですよ、ウッドだったりザップだったり。なんかそしたらマジロケ砲も生きるし、なんならヤリゴブとかギャングとかも生きるの でもしスケバリに相手がねウッド系使ってこなくても防衛をね、防衛迫撃でしたり、ナイトでしたりすれば、相手もね、読み嫌なアームとかやっても外したりしますし、なんかまあ、枯渇枠が多すぎるのと、回転が早すぎることによって、生まれる、なんかね、無限サイクルができちゃうんですよね。さあ、というわけで、インドラザップですね。まあ、バルーンですね。さあ、で、嫌なアームザップの可能性がちょっとだけあります。そしたら泣きたいですね、今。嫌なアームザップだった場合、あの、ファイボなので、ロケット押しで行かれてしまうものの、僕のこの、なんていうんですか、小物が全て頑張ってくれそうです。さあ、もう5打っちゃって、やばい、パピーが痛い、パピーが痛い。さあ、5ザップですね。5ザップにはこれ、神相性です。スケバレに、
なんだどっちか使ったらみたいな、スケバリンザップ使ったらヤリゴブ生きるよ、ギャング生きるよ、でヤリゴブギャング処理したいのに5打ったらロケホ生きるよ、まあロケホに多分基本5でしょうね。でスケバレにザップだと思うので、ここもしかしたらやばいな、ザップ来るよなっていう意識をしながら、今度ね、まあ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 、まあ、いや痛いよな痛いよな痛いよな、ふう、まあ、5ザップやってには基本的にはゴブリンギャングがいけると思ってください。こんなのちょっと5打っちゃってもいい気がする。5打てば多少のダメージ入ります。オッケーオッケー、いや結構入るね。よし、意外とね、ヤリゴブとかゴブリンギャングのヤリゴブですね。まあ、ヤリゴブですね。防衛力高いんですよ。そう、ヤリゴブだけで空にも戦えるので。さあ、ここはロケット押しで5打たれるので、2周目のロケット押しを回します。僕の方が回転早いので、1周目のロケット押しは延命しつつ5で処理させます。で、処理されても2周目の僕がロケ砲が回るっていう感じですね。さあ、あのインドはちょっとね、邪魔なんで逆サイに持っていこうかな。よいしょ。さあ。延命できたら熱いっすよね。熱いんすよね。今、ザップ使ったんで、相手は。しかもね、これ、スケバレがきついんです。で、今、ファイブ使ったんで、この2周目のロケット押しがいきます。で、まあ、ナイトで蓋してあげて、残ってるところに攻め白とかしてね、僕は流れをつかみたいですね。インドラだけは、事故るので気をつけましょう。で、また無限サイクルですね。一生攻めてあげます。となると、相手はね、あー、マジかよ。なんでだよ。多すぎだろってなってね。あー、ザップ打ち停止みたいな。ザップ使ったらね、ここはもうゴブリンギャンクで延命し放題。よし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 、ファイボ使ったね、ファイボでもロケット押しに外したらあなたやってますよっていう、あー俺だったやってるの。いやでもファイボ使ったんでね、もう一回ロケ砲置いてあげていいんですよ。でティ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 、無限サイクル、無限、もう無限、いやコストが低いんだ思ってる以上に。さあ、でギャングで延命してあげたら、スケバリにザップを打つので、このギャングが生きるので、このギャングを生かすように、ナイトとかをね、組み合わせてあげると、ナイトが止まらん。あー、やりゴブがっていうね、あー、マジで、こやこや並みにゴブリンとか小物がね、生まれてくる、すげー厄介なデッキです、これ。まあ僕、てかまあ、大会でよく使われてたのかな、これ、一時期。そう、去年の CRL クララリーグとかでも。そう、でも、バカ強いんですよね。なんか防衛が硬すぎて、そうそうそう、何でも勝てちゃう、すごい万能なデッキですよね。よろしく。さあ、ゴーレム来た。まあ、ゴーレムに対してもロケット押し2周目3周目とかなんか無限に回してあげたい気がしますよね。まあ、ナイトからのロケット押しでよかったかもな。これあのロケット押しが近くに行きすぎてベビドラとかに焼かれちゃうんですよ。そう、延命できそうならしてあげたい、なんなら無理やりでもしてあげたい。よし、さあさあさあ、まあ、これでいいんですよね。これでまあゴーレム溶かせて、あの問題はね、後ろのベビドラくんなんですよね、マジで。さあ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 、ロケット押し2周目で耐えます。さあ、クローン使ってきました。いた、ここロケット押しが残ってるので迫撃砲、まあスケバルでもよかったんですけど、迫撃砲の方がこう今絶対ゴレ受けないですし、確実にダメージ与えれるかなと思ってこれにしました。さあ、スケルトン部隊とかかな。さあ、いや、いいスケブ。まあ、ダメージ、思ってるよりは入ってくれてますね。で、このスケドラは、ターゲットをタワーに取ってから、ヤリゴブリンですね。ヤリゴブが、シュパってね、ベビドラに火吹かれて、スケドラですね、火吹かれて、ワンパンされるのだけは避けたいので。さあ。そして、ランバーですね。まあ、これ、ギャングで守って、またカウンターのスケバルとかでいいと思うんですよ。ゴレクロだったら、トルネがあったっすね。やな、危ないのかな、トルネライトとかなのかな。なんかスケバレ飛ばすだけ相手絶対きついんですよね。いや、ビビドラ強。さあ、まあそういったところで、まあ、やな、めじゃないな。救いではあるけど、トルネで巻き込まれて処理されるから、まあ、そんな変わんねえか、ロケ砲も。さあ、あと699は正直ね、削り切れる気がするんだよね。これよ。これよ、問題は。さっきのベビドラですよね。さっきベビドラにボコボコにされたんですよね、僕。あのベビドラをどう調理していこうかっていうね、とこありますよね。さあ、でも早めに溶かしてあげてもいいよね。いや、ロケット押しが強いですよね。これ、ライトニングとか来んのかな。いや、そういうの何も来ないんですね、なんか。さあ、トルネであんま巻き込まれたくないですよね。隅っこ隅っこに置いてあげて、隅っこ隅っこに置いてあげて、しっかりね。オッケーオッケー。いや、これもね、フルカウンターで、僕、ただ左へ落とせるんですよ。てか、5あるんでね。なので、もうこの間からしっかり右側を攻めてあげて、あ、すごいね。相手スケルドラだけで防衛したけど、5打つことによって、
遅いんですよね、僕のあれが。ちょっとだけね。5がね。さあ、いやらしくね。5打ちたくないですからね、僕あそこに。打つとか言っといて。おい、ベビドラか？ロケット投資一生残るよ。ダブル？ダブル？ダブル？よし、さあ、トルネ使ったら、スケバレのね、落下ダメージが入って終わるっていう、これ一番辛いですよね。この落下ダメージで負けちゃうっていう。オーケー、さあ、もうグッドゲームと。というわけで、まあ、ロケット投資こういっぱい出しまくっとけば、基本的に勝てるっていうデッキです。で、ロケオよりマスク好きって方は、マスクウッド型でね、ぜひ、使ってみてください。まあ、大型多いですね。本当に多い。なので、めちゃくちゃ勝てますと。いうわけで、ぜひ使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価、コメントともよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。